ベニントンの戦いは、アメリカ独立戦争中の1777年8月16日に起こった戦いである。バーモント共和国ベニントンの近くで起こったので、名前はベニントンの戦いとなっているが、実際の戦場は境界を越えて、数マイルニューヨーク植民地に入ったワルームザックであった。ジョン・スターク将軍とセスワーナー大佐に率いられた。 ニューハンプシャーとバーモントの愛国者軍民兵、約2000名が、フリードリッヒ・バウム中佐率いるドイツ人傭兵部隊と、カナダ兵、王統派兵及びインディアンの連合軍約1250名を、破った。1777年夏、イギリス軍のジョン・バーゴイン将軍はカナダから、ハドソン川強国に侵攻し、サラトガ方面作戦を進めていた。ハバードトンや、 大根デロガトリデでのイギリス軍の勝利に続いて、バーゴインは、近くの大陸軍を駆逐し、南のオールバニーを手に入れればハドソン川強国を制し、13、植民地の勢力を2つに割ることができると見ていた。しかし、バーゴインのオールバニーへの進行速度は、大陸軍の引き延ばし戦術にあって遅れ、物資が乏しくなりかけていた。バーゴインは、ミラートリデから、 フリードリッヒ・バウム中佐の式で約800名の文献隊を発することにした。文献隊の半分はドイツ人傭兵部隊であり、残り半分はカナダ兵、オー派兵及びインディアンの戦士であった。バウムに与えられた任務はベニントンの大陸軍総甲を襲い物資を確保することだった。ベニントンには400名足らずの植民地民兵が守っているとの情報を得ていた。 8月13日、ベニントンへの途上で、バウムは、ジョン・スターク将軍の指揮するニューハンプシャーの愛国者軍民兵約1500名がその地域に到着したことを知った。バウムは、ベニントンの西約4マイルのワルームザック川で、後軍の停止を命じた。バウムは、ミラートリデに援軍を要請した後、そこの地形を利点にするべく、高地に部隊を配置した。 雨になったので、バウム隊の兵士は残壕を掘り、援軍が到着するまで雨が、アメリカ軍の攻撃を止めておいてくれることを期待していた。スタークも、数マイル先に部隊を配置し、バウム隊の位置取りを偵察して、天候の回復を待つことにした。8月16日の午後、雨が上がり、スタークは部隊に、攻撃の準備を命じた。スタークは、部隊の兵を鼓舞するために、 あそこに敵の赤服と王答派がいる。奴らは我々のものだ。さもなくば、モーリー・スタークは今夜やもめで眠ることになると言ったという話である。これを聞いた民兵たちは森の中に溶け込んでいった。バウムは愛国者軍が撤退しているか、再配置をしているものと思っていた。しかしスタークは、 バウムが横に大きく広がっていることが分かったので、即座に2方向から敵軍を包み込み同時に、バウム軍の中央の暴類に攻撃をかけることにした。スタークの作戦が壺にはまり、応答派兵とインディアンたちは逃亡した。このためにバウムの隆起兵隊は、馬がないままに高地に取り残される形となった。ドイツ人部隊は、弾薬が乏しくなっても、果敢に戦い続けた。 竜気兵はサーベルを振るって攻撃を仕掛け突破口を開こうとした。しかし、この決死の攻撃にも失敗して、バウムが瀕死の重傷を負ったためにドイツ人傭兵部隊は降伏した。この戦闘が終わり、ニューハンプシャー民兵がドイツ人の武装を解除している時にバウムの援軍が到着した。その援軍の指揮官、ハインリッヒ・ホンブライマン中佐は、 愛国者軍が体系を乱しているのを見て即座に攻撃を仕掛けた。スタークスは即座に陣形を立て直し、ドイツ人部隊の攻勢に対し必死に陣地を守ろうとした。その戦列が崩壊寸前になった時、数百名のバーモント民兵が援軍に到着した。バーモントのグリーンマウンテンボーイズを率いるセスワーナーは直前のハバードトンの戦いでイギリス軍の援軍に敗れており、 復讐の念にもえていた。合流したニューハンプシャーとバーモントの民兵は反撃し、ついにホンブライマンの部隊を崩壊させた。ベニントンの戦いでのイギリス軍の損失は、バウム中佐を含め200名が戦死、捕虜700名と記録された。愛国者軍の損失は、戦死40名、負傷40名であった。バウムの敗因は、バウム自身に、実戦の経験が乏しく、 人形の取り方が散開していたために、互いの連絡が取りづらかったことによっていた。反対にスタークは、数々の戦闘を経験した強者であり、相手の人形を見極めてその弱点をついた。バウムの援軍を率いたフォンブライワンは、バウムトンの中が悪くわざと到着を遅らせたという説もある。スタークが、敵が、ベニントンに着く前に、これを遮り破壊したことが、決め手となり、 イギリス軍は物資に乏しいまま最終的にはサラトガの戦いの後でバーコインの降伏ということになった。ベニントンでの愛国者軍の勝利はその指揮を奮い立たせ、フランスがアメリカ側で参戦する引き金にもなった。今日、ベニントンの住人はこの日をベニントンの戦いの日と呼んで祝っている。アメリカでも最古と言われる大砲。 その名もモーリー・スターク法で祝法を放つ。8月16日はバーモント州の祝日でもある。オールドベニントンには高さ306フィートの記念碑が立っている。ありがとうございます。